6番からっていろいろちょっと自分の中で今年の目標を設定していきたいと思います。ただやっぱりやみくもに走るだけではなくて、明確にやっぱり今年はまずは10番以内しっかり目指して、走りたいなと思います。でその後僕がちょっと欲が出ていろいろ頑張ってる姿見たら、あいつ欲に固まった欲深き人間だなって思ってください。とりあえずだから来週の開幕戦の結果次第でいろいろ僕の走りが変わってくると思いますので、ぜひとも応援をよろしくお願いします。来週見に行きます。大丈夫です。いやいや、もう全然これ絶対笑うでしょ。いや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 、よく言われるんです、全日本会場でもこんなに喋るんですから、喋るわけ。来週ずっと見てる。あの顔見えますよね。あの顔のアイコンタクトをしたいですか。お願いします。はい、というわけで富田選手と渡辺選手などもありますが、ぜひ会場で皆さんの応援をよろしくお願いいたします。あとロードレースの開幕戦がトライアルと同じ日4月2日に